この1週間で MBS がニュースディグに配信した記事のアクセスランキングをご紹介します。第10位はこちらのニュースです。堺市によりますと、市内に住む50代の男性は北区にある公園大泉緑地に生えていたキノコを観賞目的で採取しましたが、今月20日にフライパンで炒めて食べ、そのおよそ2時間後に嘔吐するなどして緊急搬送されたということです。男性は翌日には退院しています。男性が食べたのは食中毒の症状が出る毒キノコの一種、大城カラカサタケで、初夏から秋にかけて芝生や草地に群生します。男性は立派なキノコだと思って摘んだ、持って帰ってしばらく眺めていたが我慢できずに食べてしまったと話しているということです。堺市は食用キノコかどうか素人が見分けるのは難しいため、取らない食べないなどと注意を呼びかけています。続いて第9位はこちら。第8位はこちらです。第7位はこちらでした。今日会見を行ったのは近畿大学の教職員らで作る有志団体です。近畿大学は裏金問題をめぐり自民党から離党した世耕弘成参議院議員が理事長を務めていますが、有志団体は理事長としての責任感が欠如しているなどとして辞任を求め署名活動を続けてきました。団体によりますと、これまでに5万人以上の署名が集まり、理事会に署名の受け取りを申し入れたものの受け取らないと回答されたということです。さすがにこういう声があるということを受け取らない、聞かないというのではなくて、聞くということから始めていただきたい。近畿大学は本件に関するコメントは差し控えるとしています。第6位はこちらのニュースです。さらに今週の注目のニュースがこちらです。ご職業なんですか？私？バスガイドです。この基地局という場所からバス全部に向けてご案内をしています。なんとバスに乗らずにガイドするというのです。おはようございます。この日担当するのは茨城県から京都へ修学旅行で来た中学生。ガイド一人で2台のバスを同時にリモートで案内します。これ女優ライトですか？私女優なんで。入社した34年前はガイドがおよそ200人という大所帯でした。現在正社員のバスガイドは17人。一方、修学旅行などでガイドを希望する団体はまだまだ多く、人手不足やニーズの多様化が課題になっていました。こうした中、リモートシステムを開発し先月から本格的に導入。バス業界の新しい働き方、リモートバスガイドに密着しました。 MBS の記者が徹底取材した特集、ニュースディグで全編公開しています。 MBS は毎日さまざまな記事を配信しています。ニュースディグでぜひご覧ください。そして今週のアクセスランキング、第5位はこちらです。第4位はこのニュースでした。第3位はこちらのニュース。続いて第2位はこちら。そして最も多く見られたニュースはこちらでした。 MBS ニュースディグ1週間のアクセスランキングでした。